はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。今日はパパが風邪なのでスイッチでやってます。ありがとう。先生ありがとう。今日はこちらですね。プラレール、機関車トーマス、トーマスペコロです。これは走らせてるとチリンチリンと音が鳴るんだよね。そうだね。これはもう自走式のプラレールじゃなくて手押し。手押しのためのプラレールだね、うん、初めてトーマス系が出たんだな、うん、今回出たのはトーマス、パーシー、ジェームスだね。同じ皆さん3人だね、うんうん、では開けていきましょうか。はいよ。じゃあまずトーマスから。じゃあパパはパーシー開けるよ。トーマスがこんな感じだね。そうだね、顔 CG 版だね、うん、うん、よかった。で、ちゃんと横に1番とか、うん、後ろがやっぱり動力がないから短めだね、うん、うん、下はこのようになってて、こちらはいつものプラレールのゴム、だけどこっちが青いゴムになってるね、うん、あ、ゴムじゃない、これプラスチック削られてるんだね、ゴムじゃなかった。うん、なるほどね。先に連結パーツがついてね、うん、後ろもある、後ろもある、うん、これがパーシーだね、うん、パーシー顔似てんね、うん、うん、で、また横に6って書いてあって、下は同じだね。下も同じ。最後にジェームスだね。だね。で、顔も似てるんじゃない？似てる似てる、うんうん、で、ちゃんと CG 版だね。横にちゃんとこうって書いてある。下も同じだね。連結パーツと連結パーツ、うん、レールを用意しましたので、まずトーマスから、うん、おお、こういう音だ。チンチン。そうだね、うん、次、パーシー。ああ、チンチン、ちょっと早いね、うん、ジェームス、あー、音が違う。おお、ね、いいね、うん、じゃあ前回ね紹介したこの L0 系、うん、リニア、このコースがまだねそのまま残ってるので、うん、これにこのトーマスたち連結させて発射してみようか、うん、はい、じゃあこれを取って、こっちを取って、うん、変な感じだね、うん、おお、これもしかして一斉に音が鳴るとどんな感じになるのかちょっと楽しみだね、うん、よし、じゃあ、エイシン君吹いてみてください。はい。おお、鳴ってる鳴ってる。あー、待て。おお、面白いね、賑やかだね、面白い。発射。あ、赤緑赤。そうだ、信号機がくっついてるみたい。ピンポン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 。おお、いい感じに止まった。いやー、トーマス、パーシー、元気かい、ジェームス。元気かい。ちょっと今日は元気がないんだ。なんでかっていうとさ、僕が走ると変な音が鳴るんだよ。聞いててくれる？ほら、この音。ほら、この音、変じゃないかい？でも、それは僕たちも鳴るよ。聞いててごらん。ほら。僕も。本当だ。僕よりもおかしいな。だって、チンチン、チンチン鳴ってるもん。わははは。ちょっと。ジェームス、チンチン言わないでよ。じゃダメだよそんなことは。ごめんごめん、つい言っちゃってさ。僕の音の方がかっこいいね。ほら、チンチン言わないもん。チンチン言っちゃダメだ。じゃダメだよ。間違えた。はい、ということで今回はトーマステコロでした。いいね。